ドジャース2、ゼロパドレス、10月11日、日本時間12日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手が1番、DH でパドレスとのディビジョンシリーズ第5戦に先発出場し、4打数無安打に終わった。ドジャースの山本由伸、パドレスのダルビッシュ有によるポストシーズン初となる日本人対決は珠玉の投げ合いに。ドジャースが2つのアーチで点を重ねて、 リーグチャンピオンシップシリーズ進出を決めた。日本時間10日の第4戦では3打数1安打、1打点の活躍を見せて勝利に貢献した大谷。今シリーズでは16打数4安打、打率点251本塁打、4打点、3得点の成績を残し、最終戦ではパドレスのダルビッシュ有投手と再戦を迎えた。注目の第1打席、カウント2月2日からの6球目。 真ん中低めへ鋭く落ちるスライダーにバットが空を切り、この回はダルビッシュに軍配が上がった。3回、1シランナーなしで迎えた第2打席は、カウント1月1日から3球目の高めへのカットボールを打ち損じてサードフライに倒れた。6回の第3打席はカウント1、2から4球目のカーブボールにスイングするもバットに当てることはできず空振り三振となった。 8回の第4打席は西ランナーなしでスコットと対戦しかし苦手とする左腕から空振り三振となったなお試合はドジャース先発の山本由伸パドレス先発のダルビッシュ有によるポストシーズンでは初となる日本人対決が実現山本は5回を投げて63球2安打2奪三振1四球無失点の好投 ダルビッシュは7回にこの日2本目となるソロアーチを浴びて降板するも7回3分の2を投げて77球3安打2本塁打4奪三振1四球2失点の内容でまとめた2回に聞けヘルナンデス7回にテオスカー・ヘルナンデスのホームランで勝利したドジャース逆王大手からのリーグチャンピオンシップシリーズ進出にドジャース・スタジアムは大歓声となる勝利の瞬間には大谷も 馬毛の一声から満面の笑みでダグアウトを飛び出し歓喜の輪に加わった。